典型的なアリ翼の身振りをするュウアリ翼とは、鳥類が自らの羽に昆虫、通常はアリを擦りつける行動である。アリなどの昆虫は義産などの殺虫剤、殺ダニ剤、殺菌剤として機能し得る化学物質を分泌する。また、味の悪い酸を除去して、それらの昆虫を食べられるようにするという目的とも考えられている。鳥自身の汚染から出る。 分泌物を補っているとも見られる。アリの代わりにヤスゲが用いられることもある。250以上の種がアリ欲をすることが知られている。日本に生息する鳥類の例ではカラス、ムクドリなど。この行動はドイツの鳥類学者エルヴィンシュトレーゼマンによって1935年に鳥類学月報誌でアイナムソンとして初めて記述された。インドの鳥類学者 サリーム・アリーは1936年に、ボンベイ自然史教会史において、いとこのフマーユームアブドゥラリによる観察の解釈を行い、その中で、シュトレイゼマンの論文について考察し、この後はアンティンと英訳できるのではないかと提案した。アリ塚の土を羽にまぶす鳥が観察されており、これもアリ翼と同等なものであると考える研究者もいる。アリ翼は、 何などの羽につく寄生虫を減らしたり、菌類、細菌類を抑えたりするのではないかと考えられてきたが、いずれの理論にも説得性のある論拠は、ほとんどない。ある種のアリが用いられることは、それらが放つ化学物質の重要性を示唆している。臨し目の幼虫を用いたアリ翼の例も多々あり、草角から放出される防御物質を利用しているのではないかとする考察がある。 また、細首ゴミ虫、ハサミ虫、ヤスデなどのキノン類を放つ虫や、さらには、生ぬ玉ねぎ、ヘアトニック、防虫剤、トイタ、マスタード、ボエルマッチのような刺激性のあるもの全般でも、アリオク行動が誘発される場合がある。アオカケスの観察に基づく、アリオクの別の紅用の仮説として、有害な酸を自分の羽に散らすことで昆虫を食べられるように、 しているのだというものがある。青カケスは、アリの産農が満たされている時にのみ、アリ欲行動を見せ、実験的にアリの産農を取り除いておいた場合には、アリ欲は見られなかった。羽の生え変わりに、アリ欲が関係しているという説もある。しかしながら、この相関関係は夏には、アリの活動が増大することにも返しうる。ありがとうございます。